どう、お腹空いてる？うん、うん、お腹空いてる。いいですか、A1 チャーハン作って。僕は普通のチャーハン。 A1 チャーハン作っていいですか？ダメ。 A1 チャーハン作っていいですか？自信ある。おっと、これ自信あるわ、本当に。さっきさ、クンクンしたら、やっぱりそんな嫌いな匂いじゃないんだよね。ほんと。でも、マー君大好きじゃん。マー君大好き？うん、マー君大好きでしょ。なんでこのプツプツがご飯に。卵を普通にチャーハンを作りますよ。いいですか？ A1 チャーハンはちょっと無理ですね。 A1 チャーハンじゃないみたいって思うよ、多分。まず火ちょっとカンカンにして、卵を辛い。全然黄色いな、これ。よし、おっと、入れすぎちゃったね。もう負けたんだ、不合格よ。いいですか、どんどんいきますよ。いいですね、これは。これでさっきのご飯終わりよ、これで。全然このひっくり返らないよね、スキレットって。そしたら、まだだよ、まだなんだよ。かけたでもっぱくね。ここでね、めんつゆ。あ、これです。めんつゆを。いや、すごい歯ブラシなんですけど。そして、メックス。メックス。メックス、メックス。これだけで美味しいから。これだけで美味しい。あ、すごい。うん、安くなってた、うん。これね、ちょっとスキレットこうひっくり返せないんだよね、これ。うん、これでこうやって、うん、こうやって。あっちいいよ、大丈夫？何か持ち上がる。ごめんね。うん。自分。これさ、スキレットちっちゃいんだよね、これ。うん、もうこれだけで美味しい。そこに、ああ、辛いからやめて。辛くない、辛くない。うん、こう、これぐらいかな。これぐらいかな。うん。いける。いける。これは美味しいよ。絶対。いける。これ強めにしよう。強めに。絶対美味しいって。絶対に美味しい。間違いないから。うん、間違いないかも。うん、どうしよう、これチーズ乗せたい、うん、チーズ乗せたい、うん、あ、塩コショウしてない、忘れてた。ごめんごめん、塩コショウ大事だよね、うん、大事だ、すごく。コショウはちょっとなんか違う、違う色にちょっと変わってきたの。ほら、もう A1 の色してないでしょ。うん。先生、どうですか？味見お願いします。味見お願いします。熱いですね。熱いですよ。フーフーしてちょうだい。顔も、顔やけどくらしい。これだと思うよ、これ絶対。このお米が、うん、お願いします。いただきます。
自信あるこれ。うん、俺も自信ある。絶対これ美味しいよ。全然美味しい。何の味もしないなこれ。でも美味しいです先生。でも美味しいですね。あれ足りないのかなこれ。足りなくないんじゃない。 A1 を入れたってわからない。うん、うん、ねえ、うん、美味しい、美味しい、うん、ちょっと薄味、うん、これお肉の脂身とかない割に、うん、美味しくない。さっきより超美味しい。おいしい。まずくはないね。まずくはないよ。フライパンの方がいいのかな。これ、あ、これに A1 をかけよう。ん？先生。これに A1 かければいいんじゃないの？ん？いいんだって。いい？はい。でも、まずをつけれない。何が？No, my. ちょっとそんな焦げこれ。このチャーハン自体ほらこれこんな感じで、ほら、うん、きつい。ね、きつい。あ、きついな。チョコはきついか。全混ぜたらきついかもね、うん、あ、きつい。え、和音で160までかけたら酸っぱいわ、うん、あ、うん、お肉もこれをかけるんじゃなくて漬け込んでも脳を焼けば美味しいんじゃないのかな。あと160数えて。嫌です。61まで数えて。ちょっとリノの分残んない。ちょっとこれ石焼きビビンバでいいんじゃないの。これスキレットビビンバ見たくっていうか石焼きビビンバ見たく。これスキレットなら。じゃあ、リーノ逃げやがった。ちくしょう。うん、いいよ。リーノあっちゃんのってたね。うん、おそらくリノが食べてんのかし。マくん、ここだけの話さ、うん、なんで左手を下に置きたがるの。ここだけの話にしてあげる。いつもとに左手はって言われるでしょ。でもそれマくん、こっちに左手をやりたい理由があるんじゃないの。え、うん、すごい。 あるんでしょ、うん、それちょっと教えて。なんかわかんないけど、下に手やめたいなって思った。下に手置いた方が左手楽？こうやって食べてた方が、うん、でもこうやって押さえてこうやって食べた方が楽じゃん。うん、あ、食べるね、うん、悪くないよね。ああ、無理してんの、もしかして。無理しなさい。じゃあ踊りしてる。どうか、マー君と二人キャンプの時これやるかな。インジェ。ん？インジェ。だってマー君と行った時昼ご飯に納豆だったんだよ、確か。そうだね。そしてね、あの太い焼きそばだったね。焼きそばやったんだっけ。やったよ。やったんだっけ。
全然遊べなかったもんね、雨降っちゃって。うん、そしてカップ麺も食べたし。カップ麺初めて食べたのか、その時。で、美味しいねっつって。で、そっからかカップ麺食べるって言ったの。うん。キャンプはカップ麺だっつって。うん、美味しかった。うん。これはあれかな。うん。うん、すっごいあれ。ちゃんとこのレシピブックに載せとくよ。A1 ソースの。なんだっけ名前。また忘れちゃったよ。アルファとペルト。ペプシーだよ。オトチャーワンだ。オトチャーワン。オトチャーワンって言ったらこれなんだよ。おじっていいですか。ダメ。まだまだこっから音の話だよ。ずっとね。ああ。延々聞かしてやるよ。